1年前の3月23日、新型コロナの感染拡大を受け、イギリスは国全体のロックダウンに入りました。店舗の営業禁止や外出制限で経済活動は止まりました。こちらロンドンでパブやレストランがかなり集中しているエリアです。普段は昼から人通りが多いのですが、今日は私以外ほとんど誰もいません。政府は巨額の経済対策を打ちましたが、最も重要な感染の第2波、第3波を抑え込めず、2020年の GDP はマイナス 9.9% と過去最大の落ち込みに。そして現在3回目のロックダウン中、日常は遠い状況です。このロックダウンからの1年を長い歴史を誇るロンドンのある通りから振り返っていきます。こちらイギリスの中でもかなり有名なスーツ専門の通りですね。ここサビルローというエリアなんですけども、まあ、こちらのお店も閉まってます。ただ電気だけはついてます。今道を見てもですね、誰もお客さんと呼べるような人はいないような状況です。ロンドン中心部のサビルロー通り、日本語の背広の語源となったという説もある、いわゆる紳士服の聖地です。その中で最も古い老舗テーラーがこのヘンリープール。創業は1806年、オーダーメイドスーツの仕立て専門店です。平均価格は75万円。ただしサイズ調整や直しもしてくれる一生ものです。店内は歴史を感じさせるものだらけ。こちらの厳重に管理されている場所が過去の採寸データなどのアーカイブの部屋です。上皇陛下が皇太子の時に訪れたことを示す表記がありました。もちろんイギリスの著名人も。こちらはチャーチル元首相。よく着ていたスーツの生地はチャーチルストライプと呼ばれます。これが若かりし頃のチャーチル元首相。当時は体が小さく、からかわれることもあったため、体が大きく見えるスーツを作ったそうです。これだけの老舗でも海外の顧客との接点が減った上、在宅勤務でスーツ需要も減るという状況で苦しんでいます。ファーローとはロックダウンで休業せざるを得ない従業員の賃金の8割を国が払う緊急の政策です。去年4月、一時的な企業支援として始めましたが、現在9月まで延長されることが決まっています。しかし今年に入り変化が。生地を裁断するカッターマン、フィリップさん、特注のハサミとともにこの道50年以上のベテランです。73歳。新型コロナのリスクが高い高齢者でもありますが、なぜ現場に？ I had the Pfizer, so that's fun. Come on, Boris. 去年12月、イギリスは世界に先駆けてワクチン接種を開始。高齢者や
医療従事者から始め、現時点で2800万人以上が1度目の接種を終えています。これにより新規感染や死者数を抑えつつ、人々の現場復帰が少しずつ進んでいます。そしてこの日、普段は入れない庭園の地下へ。最終工程なども行う職人の作業場です。よく見ると日本人が。中島明さん、日本でアパレル業界で働いた後イギリスに来ました。今在宅でやってる元ここにいた人とズームでやりながら教えてもらいながらとかもやってますね、たまに。まあやっぱりスキルと、まあキャリアの面でもやっぱり本場で学べたっていうことではやっぱり今後にも影響はしていくので、やっぱり本場で学べたのは良かったかなっていう感じですかね。本場の腕を学べたものの、取得したビザの半分の期間がロックダウンなどで制限された状況でした。今作っているのはコロナ禍ならではのもの。ヘンリープールとかの生地を使って世界中の人にマスクが届くっていう、まあ、そうない経験ではあるんで、はい。何枚ぐらい作ったんですかね。結構作ってますね。何百とか言ってる。ラインもワイヤーで。ヘンリープールの代表的な生地、チャーチルストライプのマスク5300円ほど。ヘンリープールは去年の第一波の時、医療防護服などを大量に作成し病院に送りました。これをマスク販売に発展させたのです。すると、In itself, it made a little business for us and for Kiro to work on was to make all these wonderful masks, the Henry Poole masks, as you see on online, and people have now had them all over the world. Saiko さんの店が挑戦するように、別の老舗テーラーも大きなチャレンジをしています。サビルローのハンツマンです。映画「キングスマン」の舞台で、ストーリーの中では裏の顔としてスパイ機関の拠点でもあるというテーラーです。老舗テーラーらしくない設定ですが、実際の店舗にも老舗テーラーちょっと似つかわしくないものがいます。後ろを見ていただけますでしょうか。このロボット、一体どういう目的なんでしょうか。このロボット、名前はミスターハミックと言います。何に使われるのかというと、画面の向こうに映るのはニューヨークの店舗の様子です。カメラのついたロボットを使い、オーダーメイドの肝である採寸を遠隔で行うのです。この日はデモンストレーションということで、ニューヨークの村井記者が顧客の体験をしました。30箇所の体のパーツの長さを測ります。ハロー、どうでした、正直。ですね、なんかこう仕立て屋さんに行くときって、こうただでさえなされるがままなんですけど、こうカメラ側から言われることと、こちら側にいる仕立てがる人と2人に、いろいろこう測られたりするので、ただでさえこういつもなされるがままなのが、もっとなされるがままに、なんかこう動かされるような感じがしました。デモを続けていると、マリーさん、Goodbye。 電波の状況でしょうか、通信が途絶えました。新たな取り組みには壁がつきもののようです。Okay, let's do the. Usually, I would be in New York around 4 times a year to see my regular clients, and because I'm unable to do that, this gives us the ability to, for me to see, and do fittings on the customer. If I didn't think it would work, because I don't want to compromise the quality of what we do, but I think it does. I think we can see everything we need to see.
普段なら世界中を回るトランクショーで、同じ担当者が同じ客を直接見ることが老舗ならではです。しかし意外にもロボットは好調で、現在は世界8都市の店舗に拡大しました。イギリスでは4月12日から小売店が再開し、夏以降に海外との行き来が再開し始めそうですが、その後もこのサービスを続ける予定です。Yes, it is. The reaction to Mr. Hammock was, I would say, slightly negative. I think the perception across Savile Row was it was just a Zoom call. My argument is the cutter is in the room, and the customer isn't moving any differently from he would when he's in a fitting room with the cutter. So, for me, it was like you need to break the boundaries and create new traditions, and I think that's the biggest thing. Traditions are there to be broken, but now you're creating something totally new that is the new tradition and possibly the future.サビル楼で閉店を考えるテーラーの話は聞こえてきません。伝統を守りながらも経済再開後の反転攻勢へ、老舗たちは静かに準備をしているようです。 But I think like everybody wants to dress up in time. They want to dress up. There's new things to try. There's elegance. There's dress. There's formal things will start to happen again, such as eventsPresentations, business meetings, you know, so people want to look a bit sharper because it's a natural human thing to do. 最後まで見ていただきましてありがとうございます。これを機にぜひともこちらへの登録をお願いします。画像をクリックしますとテレビ東京の経済ニュースをもっとチェックすることができますよ。どうぞよろしくお願いいたします。